小賀道安、小賀道安、公開4年1月30日は、江戸時代後期の漢学者。本生は、劉氏。名は、育、通称は、小太郎。字は、木明、道安、枠屈鏡、小新道とコース。小賀生理の三乱。兄に、小賀国道、小賀西高、子に、小賀金一郎がいる。天明八年に、佐賀に生まれる。幼い時から、父の整理に従って、 学問を好み、後に芝野立山を使とし、諸主百科に通じる。完成8年、父が幕府の受官となった時に、江戸に移住。文化6年に幕府の受官見習いに抜擢されに百票を賜り、父ともに幕府の教育政策に預かる。文化14年に受官に昇進し、天保12年に不意を許される。昇平校で降雪する傍ら、 佐賀判定内にある秋吉堂に招かれ、半死指定の教育に携わっていた。後下4年正月にボス。去年60、大塚の先樹墓地に葬る。蔵書院は、小菓子和夫記、小新堂、野世牧郎三一、最高の印など。道安は父に似て、大平で、厳正なところも、そっくりだったが、若い頃は、兄の国道のように再起に任せたところがあった。 父よりは観光でよく衆を入れ、学生たちに親しまれたという。実務を重く見て、空理空論を好まなかったので、朱子学を順法してはいたがその中のギギゴビューも認めていた。文下には、浅香ゴンサイ、佐久間正山、栗本上雲、坂谷明路、茂野康嗣、原一之信、河井嗣之助などが数えられる。 同案は病弱で4度の大病があったが、大変な努力家で、毎年数部の著述をなし通計100種以上、430巻以上に及んだ。ありがとうございます。